月食撮りに来たのはいいんですけど、もうほとんど欠けちゃってるっていうね。ちなみに撮影してる環境はこんな感じなんで、決していいわけではないです。こちらがユニステラの画面です。なんだか月が赤っぽくておどろおどろしい感じになってますけれども、こちらでも撮影しております。撮ってみましょうか。あ、指がかじかんでてうまく動かないんだけれども。撮った写真はこのようになります。一応欠けてる様子わかりますね。時刻はただいま7時前なんですけれども、だいぶ月がですね、このように満ちてまいりました。はい、そろそろ終わりですね。今日の撮影機材はこんな感じですね。こちらは EV スコープ、奥に見えるのがシグマ150-600mm、 結局手動追尾ですよ。赤道儀出す時間とかもなかったからね、手軽にやってみました。もうほんとだいぶ月が明るくなってきましたね。よし、帰ろう。片付けましょうか。 EV スコープを止める。今年2回目の月食だったんですけど、今回はバッチリ見ることも撮ることもできました。前回はもう全然さっぱりという状況で、撮るどころかチラッと見ることすら不可能でしたからね。僕の記憶では確か当時雨、しかも雷鳴ってなかったかな。それが一転、今回は雲一つない快晴でしたからね。しかし時間帯が時間帯だったので、僕のところからだとほぼ欠けた状態で月が上がってたっていう感じでしたね。あと午後6時、仕事終わってすぐぐらいだったので、本当にもうドタバタと準備して、そしていろんな手違いが生じてしまいまして、撮影時間もですね、1時間ぐらいしか設けることができなかったんですけれども、同じような経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。できればもう少し遅い時間帯に食になってくれるとありがたいのになと、少しですね、恨み節は言いたくなるところはあるんですけれども、その点に関しては仕方ないですね。これが例えば日食とかだとですね、もう全てを無視して撮りに行ったりするんですけど、月だったらまたいつかチャンスはあるかなというところですよ。はい。それで今回もですね、いろんな機材をですね、例によって持っていったんですけれども、広角レンズやらこの 50mm やら、あとはですね、望遠も持っていきましたね。一番活躍してくれたのはやはりこの 150-600mm です。で、望遠鏡の方はユニステラさんの EV スコープをですね、ちょっと持っていきまして、これを試しに使ってみようかなという感じでしたね。で、本当はいろいろと計画していたんですけれども、僕も前回の月食の時にですね、その撮り方を解説しながらいろいろ頭の中でですね、セッティングはしていたんですが、実際やってみるとですね、まあドタバタしてたこともあって、結局成形写真的なものを1枚、あとはですね、望遠レンズでの撮影、それと望遠鏡で感望ついでにという感じでしたね。場所がですね、あんまり良くなくって、すぐそばをですね、車が通っていまして、
ピカピカとあたりを照らしてしまうんですよね。あ、ここはちょっとタイムラプスには向かないかなということで、本当はもう少し遠くに出かけてみたかったんですけどね、まあ、今回紅葉とちょうど重なってくれましたので、場所を選んだらですね、なかなかいい感じに撮れたよという方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、そんなこともあってもう少しですね、なんとかしたかったっていう部分が自分の中にもあるんですけれども、一応今回撮ってきたものをですね、今から紹介しておこうかなと思います。まずはこの 50mmF1.2 で撮った1枚なんですけれども、 F1.2 という明るさを生かして、まあ、短時間録音で切り取ってみました。まあ、50mm になるとですね、あんまり録音時間長くしちゃうと線になってしまいますからね、そのあたり F1.2 の特徴を生かせているのではないかなと思います。まあ、この 50mm という画角もですね、なかなか月を撮るのには良いのではないかなというところですね。はい、まあ、それと次はですね、この 150-600mm の前にユニステラの望遠鏡で撮った方を紹介しましょうか。こちらはですね、ほぼ食のピークとその数十分後ぐらいに、まあ、何枚か撮ってみたんですけれども、月だとちょっとはみ出してしまいますかね。まあ、それと色がですね、あまり出ない感じなので、まあ、一応その欠けていく様子とかはですね、わかるにはわかるんですけれども、まあ、写真としていろいろ調整するのはちょっと難しいかなというところですね。まあ、どちらかというと、大体ですね、20分角ぐらいの、まあ、星雲とか撮る方がやりやすい感じなので、まあ、月面に関してはですね、反射望遠鏡ということもありますし、まあ、こちらについてはですね、あくまでも観望ついでに何枚か記念撮影したよというところでしょうか。あの望遠鏡いいところはですね、ムーンと選べばすぐ入ってくれる。だから月さえ見えていればですね、パッと観望そして撮影ができてしまうというところがいいので、ある意味で保険として撮っておきました。やっぱりメインはですね、この150-600で撮ったものなんですけれども、本当はですね、赤道儀出してやっぱり追尾したかったところなんですよね。固定撮影で撮っちゃうと、今回特にですね、月食ということで、ピーク時にはですね、1秒ぐらい録音をかけたんですけど、若干シャープさが失われてしまう。どうしても動いてしまう分ですね、シャープさが失われてしまうということを実感しましたんで、まあ、そこのところはですね、反省点ではあるんですけれども、一応 HDR 合成でそれなりにね、仕上げてみましたので、まあ、今からその方法などを含めて、まあ、ちょっと見ていこうかなというところですね。はい。まあ、その合成方法についてはですね、すでに解説した動画があるんですけど、ある意味でその復習というところでしょうか。こちらが午後6時頃、ほぼ皆既月食中の月を望遠レンズで撮ったものでございます。録音時間がですね、1秒ぐらいになりましたので、白飛びする部分が出てきているんですよ。これはこれで正直いいのかもしれないですけど、一応 HDR やってみましたので、それも紹介しておこうというところです。さらにですね、少し録音時間を長くしたものを、例えば20分の1とか100分の1を用意してですね、どんどん重ねてやるということですね。その方法はどういうものだったかと言いますと、まずはですね、この1個上のレイヤーにレイヤーマスクというものを立ち上げます。これですね。すでにですね、処理は結構泥沼、特に位置合わせがですね、泥沼な部分ありますので、それは完了した状態でご覧いただいているんですけど、そのマスクの部分にですね、一体何を貼り付けるかっていうと、元のこの下の画像ですね、これを貼り付けて置いてやると。そうするとですね、マスクを使わない場合っていうのはこんな感じに見えるんですけど、使うことによってこのように合成がされます。同じことをですね、もう一回繰り返すとこのようになるんですけれども、ちょっと不透明度 100% にしていると不自然な感じになりますので、あとはこれを調整してやって自然に見えるところを探してやりましょうというところですね。ここのさじ加減がですね、HDR の出来全体を決めてくるんですけれども、一番よく見えるところを探りながらという感じになってきますね。今回はまあこれぐらいにしておきましょうか。はい。ということで、今回は一応月食を見ることも撮ることもできました。まだ何枚か撮っていますので、まあそれもですね、順次いろいろやっていこうというところなんですけど、明るい部分とこの暗い部分の間に若干青くなるような、まあそういう現象が見られるらしいんですが、どうかな？今回撮れていますかね？
まあ、今からちょっとそこら辺はですね、探っていく形になるかなというところですね。はい。はい、ということで今年2回目の部分月食だったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、もう少しなんとかならんかったかなって思う部分はあるんですけど、まあ、何にせよですね、今回は晴れてくれたんで、まあ、それでバッチリとですね、見ることができたんで、まあ、それで良かったかなというところですね。あと今年の天文現象といえばですね、今から彗星がいくつか明るくなるということ、まあ、それとですね、12月末になってくるんですけれども、まあ、もしかしたら小熊座流星群あたりが見れるかもしれない、まあ、これに関してはですね、可能性はあまり高くないとは思うんですけれども、まあ、ある限りですね、僕もちょっと追ってみようかなと思っているところです。今年もですね、残すところあとわずかとなってまいりましたが、まだ楽しめる天文現象とかありますので、その様子をですね、今後もちょくちょくとお伝えできたらなと思っております。はい、それでは今日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さよなら。